アメリカ・ワシントンにある動物園で園内で飼育するすべてのライオンとトラが新型コロナウイルスに感染していたことが分かりましたワシントン DC にあるスミソニアン国立動物園によりますと17日までに園内にいる6頭のアフリカライオン、2頭のアムールトラそしてスマトラトラ1頭の計9頭から 新型コロナウイルスの陽性反応が確認されましたライオンとトラには食欲・減退・咳・くしゃみといった症状が出ていて抗炎症薬などで治療しているということですこの動物園では動物用のワクチンを投与していませんでした感染源は特定できていませんが園内の他の動物は感染の兆候を示していないということです